昨日の夜一緒に頑張ろうねって言って寝たので打ってくれて本当に良かったです。突き止めたにかな。いやもう前回、チームがとってもいい雰囲気の中、自分の番で投げてたんですけど、なんと8失点っていう最悪なピッチングしてしまったので、今日は、初回からゼロで抑えようという気持ちでマウンドに上がりました。